はい、皆様お疲れ様です。ゆうてリバサントです。今回は、ガルパピコ大盛りの中から、ライザースイレンの特徴とリバースコンボ全集紹介、そしておすすめのカードをご紹介いたします。それでは早速いってみましょう。はい、ラスの特徴ですが、全体的に、バランスの取れた、アタッカー、エントリー用のカード、メンバー用のカードといったものが揃っているかと思います。似たような雰囲気感じるのはアズルレーンとかですかね。盤面をきっちりと整えて、いかに強力な形で、アタックしていけるかといったような雰囲気の、カード群が多いかなと思います。はい、ラスのリバースコンボ、1枚目ですね。まずはレイヤーのカードになります。558のリバースコンボエントリーの効果を持っておりまして、本領発揮レベル6ですね。ターン1回でこのキャラが相手のキャラをリタイアさせたとき、このターン中相手はブロッカーを使えない。あなたのメンバーにチュチュかタエがいるならば、さらにこのキャラをプラス20という効果を持っておりまして、なので、パートナーアタックを、1回目のアタックにすることができれば確実にリタイア取ることができますので、その後は7点7点でブロッカーが使えないといったアタックをすることができます。連動しているリバースカードは、スパークで自分のメンバーを1枚手札に戻しつつ、スキド効果でパートナーを全てスタンドする効果になっておりますので、メンバー揃えながら、パートナーアタック用の、パートナーのスタンドが可能になるといったバランスの取れたカードになっております。はい、2枚目は、ロックのカードですね。448のカードで、こちらもエントリーのリバースコンボを持っております。本領発揮後でこのキャラがアタックした時にメンバーにラスかポピパがいるならば、バンドローすることができると。でさらにこの単色のキャラをプラス20することができまして、連動しているリバースカードは、一層のカードなので永続プラス11上昇をいただいているので、アタックが総じて4、5、6、7点、7点の3回攻撃、プラスワンドローができるといった状況になっております。4コスト4、8というスペックもありつつ、連動先が一層ということもあって、結構防御力の高いようなデザインになっているかなと思います。はい、では続いてラスの注目カードですね。今回4枚選ばせていただきました。それぞれ紹介していきましょう。まず1枚目は、ダブルエアのチュチュですね。223のカードでメンバーの効果を2つ持っております。どちらも本領発揮4ついておりまして、サポートした時に、2コスト払うことで自分のメンバーからラスを1枚手札に戻すといった効果。こちらは、展開中にメンバーに下げてしまったブロッカーなどを回収してみたり、あとは、空席を単純に作ることができますので、エントリーイン更新することが、エントリーインを繰り返していくことができるかなと思います。もう一つの効果は、メミンの起動効果で、1コスト支払うことで、自分の手札からラスを1枚メンバーに直接出すといった効果になっております。なので、4コストや5コストといった重いメンバーで、メンバーに置きたい、重いカードで、メンバーに置きたいようなカードがあった場合、1コストに変換できるといった能力ですね。はい、続きまして2枚目、マスキングのカードですね。336のカードで、こちらは本領発揮4で、メンバーに置かれた時に1枚引くといった能力。こちらは手札からとか、エントリーからといった能力、記述がないので、どこから置かれてもワンドローすることができます。でさらに、メンバーの本領発揮4で、このキャラがラスカ・マヤをサポートした時、1コスト支払うことで、サポートされたキャラのアタックをプラス2するといった能力を持っております。はい、続きましては、レイヤーのカードですね。235のカード、エントリーの起動効果で本領発揮3持っておりまして、2コスト支払うことで、2コスト支払ってこのキャラを控え室に置くことで、この単純次にあなたのエントリーに置かれるキャラをプラス20といった能力を持っております。エントリー更新しつつ、次に登場するエントリーインするキャラの、アタックを上げてくれますの で相手の団中に、攻撃を受けた時にこのカードが降ってきた場合は積極的にブロッカーで守ってあげて、次の自分の、攻めの役に立てられれば良いのではないでしょうか。はい、最後4枚目のカードですね。こちらは236のこちらもマスキング。本領発揮3で、このキャラが手札からメンバーに置かれた時に、あなたは自分の控え室からラスを1枚メンバーに置くことができるといった能力になっております。空席に置くといったことは指定されておりませんので、
回復などでメンバーに落ちてしまった重要なメンバーキャラなどを、このキャラを手札から出すことで、メンバーにリアリメイドすることができる、かなり便利なカードになっているかなと思います。スペックも236で最低限の効果は、大きさはありますので安心して使っていけるのではないでしょうか。はい、今回ラスの紹介は以上になります。この動画が参考になったという方はチャンネル登録と高評価のボタンを押していただけると幸いです。よろしければ概要欄に他の属性もございますので、そちらも一緒にチェックしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。